花勝負は、あやめかあやめ族の多年層である。別名、花あやめ。シノニムアイ、エンサタバリエーション、ホーテンシス、アイケンプファリー、あやめの仲間に含まれる厳密な、花勝負も、あやめの名称で広く呼ばれている。花勝負は、野花勝負の園芸種である。6月頃に花を咲かせる。花の色は、白、桃、紫、青、木など、 多数割、絞りや福林などとの組み合わせを含めると5000種類あると言われている。系統を大別すると、品種数が豊富な、江戸系、室内干渉向きに発展してきた、伊勢系と比後系、原種の特徴を強く残す長い古種の4系統に分類でき、古典園芸植物でもある。第二次世界大戦後は、系統間の交配も進んでいる。他にも、海外、特に、 アメリカでも育種が進んでいる外国系気象部との交配による木花勝部、原種の花勝部の自然変異タイプがある。近年の考察ではおそらく東北地方での花勝部の色変わり種が選抜され戦国時代か江戸時代初めまでに栽培品種化したものとされている。これが江戸に持ち込まれ後の3系統につながった。江戸に持ち込まれた 花勝負の出所としては、道の九国軍山の浅香沼などの説がある。また、長い古種は、江戸に持ち込まれる、以前の原型を止めたものと考えられている。あやめ類の総称として、厳密なあやめ以外の種別にあたる、花勝負や柿翼を含めて、あやめと呼称する習慣が、一般的に広まっている。特に花勝負の別名は、花あやめであり、縮めて、 あやめと呼ぶ文化も根付いているため、間違いには当たらない。いずれがあやめか、カキツバタという慣用具がある。どれも素晴らしく優劣は付けがたいという意味であるが、見分けがつきがたいという意味にも用いられる。見分け方は、あやめの項の見分け方を参照。勝負と呼称する例も見られるが、勝負単体の場合は、勝負下に分類される別種の植物を指す意味合いが強いため。 注意が必要である。勝負下の勝負の別称は、あやめ草現在の花勝負は、花あやめと、はっきり使い分けをしていた時代もあった。本項目は、厳密な品種の花勝負に限る。本項目は、厳密な品種の花勝負を含んだ施設に限る。ありがとうございます。